どうもロッチン TV です。本日はですねドラゴンクエストタクト、こちらのゲーム実況をやっていきたいと思います。はい、ということでね、本日は S ランクハーゴン SP スカウトが来ています。今回の動画ではまずはその性能を見ていくとともに、ガチャをね引いていきたいと思います。はい、ということでね、 S ランクハーゴン A ランクベビルが登場しております。ハーゴンなんですけども、昨日もステータスを見たんですけども、このようになっています。HP がめちゃくちゃ高くて、賢さも400をカウントすると超えてくるという形になっております。あとね、素早さが高いところが非常に特徴です。で、邪神の加護なんですけども、戦闘開始時ダメージを 20% 軽減する効果3ターンというものです。で、これはゾーマの闇の衣と同じ効果となっていて、そうなってくるとマジでゾーマ越えまであるんですよね。それについて今回は説明していきます。で、リーダー特性がドルマ属性呪文の 20% 上げですね。で、 B ランク特技が明らかになっております。呪い玉、敵一体にドルマ属性の呪文中ダメージを与える、時々呪いにするという効果になっております。これについては属性がドルマで被っているので、まあ MP を節約したい時とか、あとは一応カースイオナズンの極まれに呪いよりも時々呪いの方がね、パーセンテージ発動率が高いので、呪いを狙っていきたいっていうシチュエーションがあれば使うかもしれませんが、まあやっぱりね、邪悪な魔剣というドルマの大ダメージがあるんで、登場シーンは少なくなるのかなというところです。で、あとはね、カースイオナズン、範囲内の敵すべてに妖属性の呪文大ダメージを与える、そして極まれに呪いをするという効果があります。これがね、やっぱ十字系っていうところでメインのスキルになるのかなと思っています。で、あとね、邪悪な魔剣が単体ドルマ大ダメージということで、まあ火力が一番出るドルマ呪文になるのかなというところです。で、リーダースキルもね、ドルマ属性呪文威力アップなんで、この邪悪な魔剣の威力がめちゃくちゃ出る可能性があると思います。そして一つ覚醒スキルが明らかになっております。ステータスアップはね、まあ置いといて、呪文のコツでしたね。一つは呪文特技の小偏僻を下げて威力と効果を上げるというものとなっています。で、後から見ていくんですけども、結構カースイオナズンの消費 MP がやばいんですよね。なんで、まあ一つの呪文のコツ、特に MP 消費の部分が役立ってくるのかなと思います。で、あとは一応突出していくと、ドルマ属性のね、邪悪な魔剣の威力が上がっていきます。で、あとはね、弱点耐性も判明いたしました。弱点がね、バギ属性があります。で、半減がヒャドイよっていう風になっているので、まあ、これについてもね、後から喋っていきたいと思います。状態上はこんな感じになっています。はい、そして A ランクがベビルなんですけども、これ、やばくね。なんかぶっ壊れな気すんだけど。で、S ランクがさ、ハーゴンで、まあ、一応、指導が控えてるんですよ。指導が来るから、ハーゴンをどうしようってなるんだけど、やっぱりね、そういう場合は A ランクのキャラクターに強いキャラクターを入れてガチャを引かせるみたいになってるのかなとちょっと思いました。で、まずはステータスはこのようになっていて、特技まずラリホー持ちです。まあこれが B スキルっていうのはめちゃくちゃ優秀で、さらにドルクマ、そして魔封じの縁談というスキルがあります。これがやばくない？これ、範囲内の敵にランダムでメラ属性の呪文小ダメージを4回与える、ごくまれに呪文を封じる、なんか煉獄魔弾的なものできるようになっとるやん。しかも魔法トーン効果があるっていう風になっている。で、やばいポイントなんだけど、俺的にはこの移動力4、移動力4で移動してってドルクマ打つってマジ本邦初じゃねえの。え？なんだこのキャラ、移動4の呪文キャラっていたっけ？やばくね？ということでマジでやばい気がする。で、あとは覚醒スキルが、ステータスアップ、奇襲戦法、戦闘開始時賢さ素早さを上げる効果1ターンということで、戦闘開始時に賢さバフがかかるんですよ。で、4マス移動してって、まあ、初手の最強、まあ、射程ですよね。もう7マス射程届く直線で。やばすぎでしょ。っていう感じになっています。なんで、まあ、一応俺的にはベビルをね、なんか期待しています。ちょっとね、まあ、実際使ってみてってとこもあるんだけど、移動4の呪文ついに出てしまったかという感じになっております。はい、それではですね、貫突状態でのステータスも見ていきたいと思います。ハーゴンは貫突でこのようになっています。 HP がまず981、MP が445で、守備力が237、素早さが445、賢さが407となっています。これはマスターランクも含むものとなっています。で、特技がね、初期レベルではこんな風になっています。で、カースイオナズンの消費 MP が140消費なんだよね。だから結構でかい消費になってくるって感じですね。ちなみに邪悪な魔剣に関しては消費 MP が108ですね。
で、あとはね、注目してほしいところがこの耐性なんですけども、バギ属性が大弱点になっています。で、ヒャドとイオが耐性取れるみたいな感じになっています。で、これなんですけど、やっぱりね、ゾウマと比べられると思います。はい、こちらがですね、ゾウマの耐性なんですけども、バギ属性そしてデイン属性弱点っていうのが同じようになっています。だからマジでゾウマとね、比べられるものなんだよね。で、イオ属性で、ゾウマの場合はメラ属性が耐性があるっていう感じです。で、特性に関しても闇の衣もね、同じ効果なんで、こうなってくるとね、基礎ステータスで比べられることもあると思います。ゾウマの場合は HP が789、これ貫突でマスターランク込みのものなんですけども、なんかゾウマ登場当時は、まあ、HP がそんなにめっちゃ高いってわけじゃないなと思ったんですけども、闇の衣があるから、そのダメージ軽減できる、その分 HP が下がっているのかと思いました。対してハーゴンは HP900 後半で、武器つけたら余裕で1000超えするってので、タンクとしてもめちゃくちゃハーゴン強いんですよね。で、変わってくるところがさっき読んだんですけども、守備力が一応ね、まあゾウマの方が高いというところはあります。で、素早さもハーゴンの方が勝っていて、まあ、賢さがね、ゾウマの方が高くて、ということでゾウマの方が攻撃的に寄ってるキャラ、ハーゴンは耐久性も上げてるキャラクターという風になっています。はい、で、より詳しい説明をするために、こちらドラクエタクトサーチさんのサイトを開いています。ここで耐性とかね、いろいろステータスとか調べることができる便利なサイトとなってるんですけども、こちら、まず属性耐性、今回ハーゴンが、ドルマを持ってるんで、ドルマ属性じゃ軽減できるキャラクター、このようになっています。こういう風にドルマが軽減するキャラが S ランクでも結構いるんですけども、今回ハーゴンは2種類の呪文を持ってるんで、ドルマはこれで軽減されるっていうことあるんですけども、こちらドルマとイオ、こちらを組み合わせて両方に耐性のあるキャラクターって何がいるのかなって見たら、このキャラしかいません。地獄の門番で、ここで何が言いたいかっていうと、地獄の門番以外には両方が耐性取られることがないんで、全部10倍以上で呪文を食らわすことができるんですよね。で、地獄の門番って、まあ闘技場とかでもほぼほぼ見ないキャラクターではあると思うんで、つまりこのハーゴンはどのキャラクターに対しても半減されることがない、つまり10倍以上で呪文を打つことができるキャラクターとなっています。ということはこれ、サイコキャノン持ってると同じなんですよ。サイコキャノンは無属性だから半減されないんですけども、ハーゴンもどっちかの呪文対応する、その半減されない呪文を打てば、サイコキャノン以上の火力を出すことができる。もしね、弱点だったらその倍率がかかるし、まあ、あとは最悪でも10倍以上出せるっていう感じになっていて、まあ、ハーゴン本当にゾウマを超えるぐらいのポテンシャルがあると思います。ということでね、ハーゴンはかなりぶっ壊れなのかなと思うんですけど、まあ弱い点があるとすれば、やっぱり MP 消費の面、そしてあとはまあ賢さが一応ゾウマの方が高いんで、まあ、10倍で打つんだったらゾウマの方が一応火力が出る、サイコキャノンの方が火力が出るっていうことではあるんですけども、まあ弱点つけることも考えたらね、まあかなりもうぶっ壊れと言ってもいいキャラクターなのかなと思っています。で、あとはね、両キャラともバギが弱点なんで、やっぱりね、ゲリオンとかそのバギの強力なキャラクターの価値がまた上がったという形になっていると思います。だからワイトキングとかもね、まだ使えるかもしれないですね。はい、ということで以上の評価だったんですけども、皆さんはどう思いますか？ぜひともコメント欄にハーゴンどうだとかね、あとベビルのことでもいいんですけども、気軽にコメントしてみてください。ということで今日はですね、ハーゴン1体引くまでガチャをやっていきたいと思います。まずはこちら、優勝限定なんですけども、1回1500ジェムで引けるガチャを回していきたいと思います。いや、強い気がするけどね、俺はマジでゾウマ超えまであるぐらい、まあ実際引いてね、使ってみてっていうところはあるんですけども、まずはガチャも出てほしい。タクトのガチャどうだろう結構最近いろいろなゲームのガチャを回していて、まあ、ウマ娘というゲームとか、ニーヤリインカネーションというゲームとかね、まあ回してるんだけど、タクトもまあ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 、あとちょっとベビルも欲しい、 A ランクだったらベビルが欲しいところ、出なかったらそんな感じになっております。ちょっとね、ウマ娘もね、かなり楽しいんでね、はい、気になった方はやってみるのもいいと思います。ということで何ジェムで出るか、チケットをまず回していきたいと思います。まあ、あとはベビルも普通に貫突したい。ベビルの方が貫突最初してほしいな。あー、なんかデス大量だけど、タクトの色が悪い場合、虹は昇格するかな。待って、ベビル来い。
おお、ベビルも出ないギガンテス。大量ベスの場合でも、パブはあんま昇格ないと思うんだよな。結構タクトの色が大事だからな、このゲームは。うい。ママ扉来いよ。ということで、チームガチャ行きたいと思います。これでも30連目で終わるよね。頼む、早めに出てくれ。そしたらレベルマックスのステータスも上げるんでね。よかったら、チャンネル登録、まだの方はぜひとも、よろしくお願いします。待って、タクトの色がやばい。金世界でばっかりじゃねえか、この。ちょっと。ちょっとスキップするよ。A は出るかもね。うわー、何これ、どうした？どうしちまったんだよ、しびれクラゲ。スリーカードじゃん。こんなことあるのかな、マジで。頼む。さあ、1、2、30、40連目。いつ出てくるかな。いやー、派遣でもなるんだよ。まあ、指導がいるからな。指導がな。どうするか迷うとこではある。え？迷う以前に銀世界やタクトの色も弱いんだが。これもスキップ？オーマイガー。A ランク1枚。ちょっと待って、どっちも出ねえし、ベビルもいいと思うんだけどな。50連目。きついな。ちょっと待って。ちょっと待って、多分サムネは今日はやめにはしませんよ。だって初日のその解説だからな。性能。うい？性能の解説だからさ。待って。プリティダービーやっていい？ A ランク1枚。1枚ピックアップ出てないんだけど。嘘だろ。60連。そんなことある？まあこれが一点狙いガチャだよな。ドラクエでのアプリかな。ちょっとな、一点狙いガチャしすぎなんだよな。なんか防具ばっか出るゲームもあるしな。ちょっと、え、どうなってる、マジで。昇格なし。あ、ベーベル、ありがとうございます。まあ、一応ベビル1枚目来た。だが、そうじゃない。どっちにしろさ、ベビルとかはさ、まあまあまあ、聞いてる人なら出てたりするから、ハーゴンだよ。お、色変換。てか、虹が1枚もなくね、この。1枚ありがとう。2枚ありがとう。いや、マジ頼む。もう出ろ。ここまでのガチャがやばすぎたから。解放しろ。領域展開しろ。アークデーモン来た。ちょっと待って。イオ属性といえばね、アークデーモンさんがいますから。イオ属性といえばね、最強イオキャラ、最強かは知らんけど。違うから。合ってんのイオだけだよ、これ。ちょっと待ってくれ。2枚目。頼む。ハーゴン、ハーゴン、ハーゴン、ハーゴン。もう一点狙いガチャ。お願いします。降臨せよ、オッケー。ありがとうございます。ふぅ、オッケー。いやー、よかったよかった。なんとか早めに出た。ベビルが1凸ということになりました。ありがとうございます。はい、ということでね、無事にハーゴンの方をゲットしたので、またね、レベル100とかに上げて性能も見ていきたいと思いますんで、チャンネル登録をまだの方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、のっちん TV でした。またな。バイバイ。